バタック人の住居バタック人の裁判所バタック人は主にインドネシアのスマトラ島北部の高地に居住している民族集団である。メダンの西に位置するトバコを故郷としている。バタック人はその言語や習慣に関連性はあるがいくつかの異なるグループに分けられる。バタック人の社会はマーゴとして知られる一族に組織されているカフチョウ社会である。トババタック人は 一人の祖先、S.I. ラジャーバタを起源とし、すべてのマーゴは彼の子孫であると伝統的に信じられている。バタック人の父と息子の関係を定義している、血統図はタロンボと呼ばれている。現代のインドネシアにおいて、バタック人は教育熱心で、特に教師、技師、医師、法律家などの専門的な職業を多く得ている。トババタック人は、その物、り、 装飾した墓石が伝統的に有名である。彼らの埋葬と結婚の伝統は大変意味深く複雑である。埋葬の伝統で先祖の遺骨を死の数年後に再び埋葬する儀式がある。この二回目の埋葬は鳥羽人の間ではマンゴンクルホールとして知られている。使用されている言語は主にバタク、カルゴとバタク鳥羽語に分けられる。これらの言語は オーストロネシア語に分類される。ありがとうございます。